使っておりません。で、回ります。で、ここにサウンドボックスという音を増幅する機械があります。先っぽに針をつけて、レコードの溝をなぞりますと、その振動がここに伝わりまして、この中にジュラルミンの板がついております。で、このジュラルミンの板が、振動しまして、空気の振動を起こします。で、そちらが、片方がこう筒が入りまして、この筒が、後ろへ行きまして、一旦下へ下がりまして、それから前へ出て、左右に分かれて、もう一度裏に引っ込んで、今度前に、上下になって出てくるという形で4分割になって音が出てまいりますので、それによってかなりあの音が大きくなっております。皆様が蓄音機と言いますと、どうしてもラッパのイメージを描かれると思いますけれども、こちらはこのように中に本が入っておりまして、この中の本は、亜鉛板なんですね。金属になっております。もともと姉妹会社のビクターが、ビクトラプレゼンターというのを作りまして、そちらはオーク材で、真ん中がこの本も木だったんですけども、英国グラム本社、ここは亜鉛にしまして、音の響きがそれによってかなり改善されまして、私はクリアになったので、オーケストラにはこの機械の方が向いていると思われます。で、この機械、HMV194 は101から始まる HMV のシリーズで、最高級品種、この上にはもう201とか203しかないんですけども、外側がオークではなくて、こちらマホガニになっておりますね。で、マホガニとオークでもかなり音色が変わってまいります。蓄音機はこれ音量調整する場所がないので針の太さで変えておきます。で、今日は、これだけの大きいホールですので、ミディアムの、針を使いまして、これは、ドイツのペガサスという針でして、こちらは、多分戦前のもので、いわゆるデッドストックというものを私はたくさん持っております。で、こちらで、かけたいと思います。で、まず前半に今日はワーグナーの、ジークフリート国家、戦後のウィーンフィルによります、指揮がビルヘルム・フルートベンガー式のレコードですね。フルトベングラーは48年から戦後の音楽活動を始めまして、本当に最初の、やっとこう復帰しまして、ウィーンフルト、このまた蜜月自体がやってくるという感じの頃ですので、その戦後の HMV、グラモフォンのその録音の音というのをぜひ聴いていただければと思います。プログラムの方には曲の解説、簡単に書いておきましたけれども、ワーグナーが、1870年ですか、奥様が、誕生日を迎えるときにですね、こっそりと曲を書いて、しかもオーケストラ、練習させてですね、当日12月25日の朝に、台所でチューニングして、中がこういうやっぱりちょっとしたホールになって、内側がこう螺旋というかこう壁伝いのこう、楕円のこう階段で、そこの途中に楽師がみんな並んでですね、2階の寝室に向けて曲を奏でたと、朝7時ぐらいだったと言われております。それでもちろん奥様小島は、リストの娘ですけども、小島は大変喜んで、前の年にそのジークリートという初めて男の子が生まれたということも合わせまして、とてもその私的なものだったので、最初出版も断ったそうなんですけれども、曲がいいということで、室内楽版でできたものが、今日の録音はこちらはオーケストラ版ですので、かなり、いろんな楽器が入っておりますが、もともとは室内楽の曲でございます。では前置きはそのあたりにして、ワーグナーのジークフリート国歌を聴いてみたいと思います。それから、10分ちょっとの曲なんですけども、全部で4面ございますので、レコードをひっくり返したりとか変える時間がございますので、その間はちょっと頭の中でエンドルして、ちょっと止めといておいていただいてですね、また始めるという形になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。